はい、皆さんこんにちは。 FM ルマ情報局のお時間です。この番組は毎週月曜日から金曜日お昼12時から12時55分まで FM ルマ周波数 FM86.8MHz にてうるま市石川赤崎スタジオからお届けいたします。番組へのメッセージをお待ち申し上げます。メッセージにラジオネームを添えてメールかファックスでお送りください。メールアドレス868@fmurma.com 868@fmurma.com ファックス番号は 098-965-4868 965-4868 です。件名に FM ルマ情報局と書いてお送りください。皆さんからのメッセージをお待ちしております。それでは FM ルマ情報局スタートです。それでは水曜日の今日はうるま警察署プリスステーションうるまのコーナーです。自己紹介でお二人さんよろしくお願いします。はい、私の方ですね、うるま警察署生活安全課の荒垣と言います。よろしくお願いします。はい、荒垣さんよろしくお願いします。はい、交通課の内間です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もうこの時期でしたら飲酒運転ですとかね。そうですね。あとこの間も話題に上ってましたけど路上寝も危ないですよね。そうですね。はい、もう年末もう明日から12月に入りますから、はい、取締りも含めて情報のほどよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ私の方からですね、はい、生活安全課の方からですけども、はい、先週のですね犯罪の発生状況ということで、はい、1週間の情報をお伝えしたいと思います。先週ですね21日月曜日からですね、はい、11月27日日曜日までの間なんですけども、うるま警察署管内ですね犯罪ということでですね、はい、お伝えしていますけれども、先週は5件ですね。5件、はい、はい、だいぶ少なくなっております。まあ先週がだいぶ少ないということで、去年をちょっと比較するとですね、はい、その3倍ですね、16件発生したということですね。あ、ということはもう3分の1。そうです、5件、先週だけですけども。あ、そっかそっか、そうですね。たまたまだとは思うんですけど、はい、やっぱしこの数字からしてもですね、年末増えるのかなというのがあってですね、はい、たまたま先週は1週間に1件足らずということですね、はい、の犯罪が発生しております。まあほとんどがですね、はい、窃盗犯ということで泥棒の被害なんですけども、まずですね、全店荒らすということがあるんですけども、これはお店がですね、はい、被害に遭ったということで揚げ田の方であります。あと万引きの方がですね、緑町、はい、あと自動販売機狙いということでですね、はい、前原の方、あざ前原の方ですね、はい、その他の犯罪、まあ工具とかですね、いろんなの盗まれたということで、与那城やけなの方ですね、はい、まあその他の他にはまあ1件発生しているということですけれども、去年自体は、先週自体はちょっと落ち着いていたのかなと思いますけれども、やっぱし去年の状況からするとやっぱし年末これから増えていく、これからもどんどん増えていきますんでですね、はい、ぜひですね、鍵かけですね、はい、最近よく聞くのが車上狙いで、ね、そうですね、車上狙いよく聞きますね。あるんですけれども、はい、ほとんどの方がですね、まあちょっとの間ということで鍵をかけないでですね、はい、貴重品車に置いたまま出られてですね、はい、戻ってきたらなくなっているというのもよく聞きますのでですね、はい、ぜひこのせわしくなる前ですね、まあ今からどんどんせわしくなりますけれども、はい、鍵かけに心がけてですね、被害防止に努めていただきたいと思います。そうですね、これから始末にかけてどん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 犯罪増えていきますし、そうですね、車上狙いもちょっと買い物行くときに鍵かけ忘れたですとか、そうですね、あれ買い忘れたからちょっと買いに行こうって、はいはい、このちょっとがね、また時間かかったりすると、その間に、うんうん、買ったものを取られたり、財布取られたり、財布取られたりですね、いろんなものですね。あとこれちょっと聞いたんですけども、はい、駐車場の広いとこ行って、遠いとこ止めると、はい、ここ狙ってる人もいるよって話も聞いたことがあって、うん、出ていくと1時間戻ってこないだろうとかね、わざと、はい、なので困られるところに、あまり見えないとこに車止められた際にはもう施錠していく、うんうんうん、貴重品は持って出るっていうことは、そうですね、気をつけていただきたいですね、はい、まずはもうロックをするということですね、はい、まあ貴重品を見えるところに置かないということですね。そうですね、まずは置かないということなんですけども、うん、まあ外からすぐ見えるような置き方というのはやっぱしですね、はい、泥棒犯行です、ね、犯罪を誘発してるな、誘発というかですね、ね、まあ
やろうかなというのですね。そう、出来心でも、うん、そういうのもありますんでですね、はい、ちゃんとトランクに入れるものは入れて、まあ、見えないようにしてですね、していただきたいと思います。あとこれから、まあ、12月あると大掃除があったりですとかね、はいはい、家のものを出してる時に全部開けっぱなしで、ちょっと雑巾足りないからとか洗剤足りないからって買い物行くと今度空き室が心配なので、ですね、はい、ちょっとせわしくなって、ね、人の動きも激しくなりますんで、はい、誰が不審者なのか、まあ、隣近所の人なのかもわからない状況がある場合もありますんでですね、はい、やっぱり落ち着いて、はい、鍵をきちんと閉めて、ね、閉じ丸して出かけていただきたいなと。ちょっとした手間暇をかけていただければですね、被害は防げるのかなというのがありますね。わかりました、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、はい、でははい、続いて、交通課の方からですね、はい、昨日現在の、県内の、人身事故の発生状況をですね、はい、お知らせしたいと思います。昨日現在で県内では、4782件、発生しまして、はい、まあ、これは前年と比較するとマイナス239件、ずいぶん減ってますね。そうですね、はい、そして、死亡事故もですね、はい、32件33名ということで、はい、これも前年と比較すると、現在マイナス6名という状況ですね、はい、やっぱり少なくなったのはありがたいんですけど、それでも33名の方が亡くなられているのは痛いですね。もう被害者も加害者も悲しいことなの で、ね、ぜひ皆さん気をつけていただきたいなと思います。特にまた今年はですね、はい、二輪上市長の事故がですね、はい、13名、うん、はい、二輪車の事故もですね、はい、今回もう事故の特徴ですね、増えたんですね、増加ということですね。なんだか去年ぐらいからすり抜けの取り締まりだとか注意をたくさんしていたんですけども、うん、やっぱり防げない、そうですね、部分があるんですね。やっぱり大体がもうバイクの場合はスピードの出し過ぎ、あ、はい、そうですね、はい、これが原因になってます。それとですね、はい、今も、タフキャン内地の方でもですね、高齢者事故の多発ですね。もう僕もそろそろ気をつけないといけないかなと本当に思いますけどね。髪の毛が白くなってきたら免許証もう一回受けないとダメかなとか。でこれは、先月の、はい、今月ですね、新聞を見てみますと11月の10日からですね、はい、連続して、病院に車が突っ込んだとか、はい、あるいは小学校の列に車が突っ込んだと、はい、ね、これはいずれもですねブレーキと、アクセルの踏み違い、踏み間違い、はい、ということで、また県内でもですね3件ぐらいは発生してますので、はい、ぜひもう確実にですねアクセルとブレーキを確実に間違えないように、間違えないように落ち着いて、はい、ね、操作をするということをお願いしたいと思います。はい、僕らでもそうですね、時々自分の運転が危なくないか、うん、誰かに聞かないといけないですね、うん、自分の判断だけではなくて、ね、隣の人がもうおじいちゃんそうそう危ないよとか言い出したらちょっと見つめ直した方がいいかもしれません ね、はい、今話のあった通りですね、はい、もう免許は必要ない、あるいは運転しないという方はですね、はい、もう免許証の自主返納ですね。あと今免許証が自分の身分証明書みたいになってるから、ね、はい、これ返したらどうするの、はい、っていう話もありますよね。免許証期限ない、あくまでも有効期限ないです、はい、これが切れてしまうと返納できませんので、はい、自主返納した場合には代わりにですね、はい、運転経歴証明書といって、はい、これの免許証の代わりですね、はい、これは身分証明書の代わりになりますので、そしたらどっか行った時にちょっとビデオを借りる時とかに証明書を出されたらこれ出せば そうですね、いいんですね、はい、じゃあもう免許証がなく返してても身分証明には困らないと、はいはい、それと、バスタクシーの、モノレールの割引が、はい、できますので、すいません、いくらぐらい割引が、まあ、まあ、全部の、タクシーとかじゃなくてですね、はい、まあ、一部そういった制度をですね、割引制度をしているタクシー会社もありますので、はい、そういった制度がありますので、ぜひ、もう運転に自信がないとかですね、はい、そういった、家族からもう勧められてるお父さん、おじいちゃん、免許証も返した方がいいんじゃないの、事故を起こしたら危ないよと、はい、そういった、もし積極的にですね、もう自主的に、うん、事故を防止する上からもですね自主返納をお願いしたいと思います。あとおばあちゃんなんかで、はい、結構もうペーパードライバーで10年ぐらい来てるんだよって方も、ね、うん、もう運転しないよっていう意思表示で返されてもいいかなというのもありますよね、はい、もしそういうもうペーパードライバーがいたらですね、はい、ぜひ自主返納をしていただきたいと思います、はい、
はい、それからもう一つだけ聞きたいんですけど、うん、例えば70歳過ぎると新たに視力検査が加わるとか、うん、これから何かあるんですか。高齢者講習というのがありましてですね、はい、高齢者交流、はい、講習、講習ですね、これはもう指定された自動車教習所で、はい、教習を受けてからでないと免許の更新ができないという、やっぱ踏み間違いがないかとかいろいろやっぱり勉強しないと、はい、もう一回テストを受けるような気持ちではないとまずいんですね。わかりました。報酬があります、はい、それと、先ほど最初に話がありましたように飲酒運転防止ということで、はい、これから、クリスマスシーズン、はい、忘年会年末年始ですね、はい、酒を飲む機会が増えますので、はい、ぜひ、飲酒運転防止にご協力をお願いしたいと思います。今もうありがたいことにどこの忘年会行ってもどこのパーティー行ってもノンアルコールがありますからね、うん、そうですね、ノンアルコールビルでなくても、うん、コーラとか、うん、ジュースを置いてくださってるところが多いので、無理強いされる方も減ってきましたね、そうですね、はい、なのでぜひ飲酒運転車を運転される方は飲まないように、うん、はい、気をつけていただきたいと思います、はい、それと合わせて路上寝ですね、はい、今先ほど話がありましたけど路上寝気をつけていただきたいです ね、もう飲みすぎて、はい、路上で寝ると、一歩間違えばですね、はい、車にひかれると。そして、ね、先ほどの、犯罪の発生状況で過水車ですね、はい、寝てる人を解放するふりして、はい、解放するふりして財布を持っていくとかいうのも、そういった被害にも、はい、遭う可能性が高いですので、はい、飲みすぎたらですね。そうですね、うん、僕も前警察の方にちょっと尋ねたことがあるんですけど、うちの近所に飲み屋がたくさんあるので、帰る時に時々見るんですね、で車止めてハザードつけて、足がもう路上に出てる場合は足だけ持って中に入れるんですけど、なるべく触るなって言われてるんですよね、だから犯罪者と間違われないようにとか、あと酔ってるので何するか分かんないので、ちょっと回復をしようと思って殴られたら大変とかあるので、もうすぐに110番してください。で、次の車が引かないように、ちょっとなだけ近くで見て、パトカーが来るまで見ててくれたらありがたいって話は聞いたんですが、そういう対応でいいでしょうか。そうですね、まあ、歩道上に寝てれば、はい、そういった事故に遭う危険性は少ないんですけど、ちょっと車道にね、ちょっと足が出てるとか、車道に場合はですね、はい、まあ、今おっしゃったように、すぐ通報してもらってですね、はい、これがもっと危ないければですね、はい、ちょっと、しばらくそばで誘導するとかですね、はい、そういった措置をしていただければ、はい、そうですね、事故を防ぎたいですし、はい、特に、ね、酔っ払って寝てる方は、跳ねた方もかわいそうですからね、はい、見えなかったりする場合が多いので、なかなか。はいはい、夜間の場合が多いと思いますので、ですね、はい、飲み過ぎに注意してください、はい、周りの方もちょっと優しく介護するだけじゃなくて、もうすぐに通報する意識があった方がいいんですかね、はいはい、それもお願いいたします。あとこの間ちょっと話がその路上で、ね、話が出てきたんですけども、酔ってるとコンクリートとかアスファルトが冷たく感じて気持ちいいらしいですね、ついつい寝てしまうと、はい、しかも暗いところで寝たいので、うん、影に入ってしまうので見つかりにくいって話聞いたんですが、角とかですね、はい、ちょっと路地に入ったところとかですね、車高の入り口のちょっと塀の影とか、はい、なので運転手も見えないところで寝てるって話がありましたので、まあ、ドライバーの方もですね、はい、こういった路上寝が いるということをですね、そうですね、ちょっと気をつけて、黒いビニール袋でゴミ袋かなと思っても避けてください、はい、そうですね、人間の可能性がありますので、はい、特に曲がり角あたりとかですね、はい、そういうのはもう十分注意されていただきたいと思いますね。でも沖縄ぐらいですかね、うん、こんな路上寝が多いのは、ああ、ね、今内地だったらもう寒くて死んじゃいますよね。その前にもう屋内に入ってしまうというかですね、はい、まあ、寒くないところに行くんでですね、沖縄だからもう年から年中ね、うん、眠ろうと思えば寝れるんですかね。今日飲みに行くとか、分かるじゃないですか、今日どれぐらい飲むとか、うん、はい、そしたら自分の住所を書いたカードとかもどっかに置いといて、飲み屋から出てくる時にもタクシーにこれ、うん、ここまで送ってくださいとかいうシステムになってくると、はいはい、路上寝が減るかもしれませんね。そうですね、最近はカーナビもついてるタクシーも結構あるんで、そうですね、住所だけ分かれば、はい、かね、なんとか運んでもらえれば、はい、まあ、一緒に飲んでる人もですね、そうですね、もう飲み過ぎてる、はい、友人がいたら
を最後まで送り届けるとかですね、そうですよね、心遣いも必要ではないかなと思いますね。先に酔いつぶれると、うん、一時会で辞める方々が自宅まで送って自分も帰るっていうのはよくあるんですけど、大体酔いつぶれる方って一番最後までいるので一人残っちゃうんですよね、はいはい、ぜひ誰か一緒に残っていただいて、ね、自宅まで届けていただけるとありがたいですね。はい、それですね、はい、次に、年末年始のですね、はい、交通安全県民運動が、はい、来月の12月21日からですね、はい、年明けの1月4日までの間、始まります、はい、この重点がですね、これはもう毎各期同じですけど飲酒運転の根絶、飲酒運転ですね、そして、子どもと高齢者の事故防止、そして、はい、二輪車の交通事故防止ということで、運動の重点があります、はい、ぜひ年末年始に向けてですね、はい、安全運転をお願いしたいと思います、はい、それと合わせて、21日ですね、はい、当日、初日ですね、具志川の、ジャスコですね、はい、そこの2階で、出発式が、行われます、はい、合わせて、そうですね、防犯のも含めてですね、はい、年末年始の総合警戒の出発式、安全運動の出発式を重ねて一緒にですね合同で行いますので、はい、ぜひ興味ある方は、ね、ご覧になっていただきたいと思います。具志川ジャスコ2階の2階の方で、はい、これは12月21日ですね、はい、午後4時からですね、はい、じゃあもう、正月の準備しながら買い出しとか、ね、クリスマスのプレゼント買うときにはぜひ来ていただいて、はいはい、出発式も見て、はい、覗いていただければですね、誓いを新たに、はい、飲酒運転しないと誓っていただけるとありがたいなと、ね、またオープニングとしてですね、はい、市内の保育園の園児たちがまたいろいろ演舞をしてくれますので、はい、ぜひ時間のある方は立ち寄り願いたいと思います。時間は何時からなんですか？午後4時からですね。午後4時、はい、はい。2階のイベント広場、イベントホールかな、はい、そこで開催されます。わかりました。はい、ぜひ12月21日、時間のある方は午後4時から具志川ジャスコ2階の方で、はい、安全、生活安全課と交通課の出発式でいいんですか？そうですね。はい。年末年始。年末年始の警戒、総合警戒と交通安全運動の出発式ということですね、はい、期間が同じなもんですから、そうですね、飲酒運転と、まあ、子どもたちのものですとか、あと二輪車、はいはい、あとはやっぱりちょっと認知症入ったお年寄りの運転も気をつけていただきたいなと思いますが、うん、あと置き引きですね、はい、車上狙いとか、ね、車上狙い、あと留守空き巣とかですね、はい、あと万引きとかもちょっと増えているんですね、そうですね、若干増えておりますのでですね、はい、ぜひこういうラジオもやってることですが、うん、どん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 犯罪が減っていくと僕らもありがたいの で、ね、はい、皆さんも気をつけて犯罪に遭わないように、そうですね、遭わないようにですね、事故にも遭わないようにしていただきたいと思います、はい、はい、それと最後にですね、はいよ、これは、政府、国交省とですね、はい、警察庁の、合同ですね、はい、地球の環境に優しいドライブをしようということで、はい、エコドライブ、前に Q がつく文字はやめよう運動ですね確かですね、はい、ふんわりアクセルスタート、おー、車間距離とゆとりを持って、はい、急発進急減速をやめましょうと、はい、そして、無駄なアイドリングをやめましょうとかですね、はい、まあ、排気ガスとかはですね、うん、なるべく抑えて、はい、地球の、地球環境を守りましょうという、そういった、月間になってでしたので、はい、ぜひ今後ともですね、そうですね、最近の車の暖気運転というか、そうですね、もうエンジンかけっぱなしにするってことはほとんどいらないので、そうですね、もう、うん、アイドリングあんまりいらないですよね、うん、そうですね、今の車はもうアイドリングを必要ありませんので、アイドリングストップっていうか、そうですね、信号で開かない間止まってる車もありますからね、うん、そうですね、エコドライブですね、はい、ぜひ、優しい運転を、そうですね、お財布にも優しいですからね、燃費が良くなって、なので自分たちの正月にそのお金を回してもらえるといいかなと思います、はい、今日はここまでで大丈夫なんですか、はい、うるま警察署のこの犯罪、特に、これから12月になって増えていくのは空き巣ですとか車上狙い、はい、そうですね、そういうところが一番気をつけて、あと自転車等とかですね、自転車もまた、そうですね、ですね、まあ、若干今落ち着いているんですけども、やっぱし12月になるとですね、はい、休みに学生さん休みに入りますんでですね、はい、ちょっと鍵をかけないまま遊びに出かけたりですね、その間に盗まれるというのも結構去年ありましたんでですね、
注意して、まあ、何でもですね、鍵かけ、お家も鍵かけ、まあ、外に出ても鍵かけということでですね、はい、被害に遭わないようにお願いします。やっぱもうこれから忙しくなってくるので慌てがちなんですけども、そうですね、もう一回火の元、それから鍵、そうですね、で道歩くときもやっぱり右左信号全部気をつけて、横断とか歩いていただきたいなと思います。そうですね、車の運転もそうですけど、まあ、うん、人の動きが活発になるんでですね、はい、まあいろいろあると思いますんで防御しながら歩くっていうんですかね。あとそういえば冬になると、冬のコートとか厚着した時に黒い服が増えてくるの で、ね、見つけにくいってことも出てきますよ ね、はい、で夜早く暗くなりますし、そうです、ね、夜間の外出時のまた服装の色もですね、はい、十分明るい色、よく目立つ色で、はい、必要にお願いいたします。はい、あの運転者に優しいですもんね、その方が。そうですね、はい、目立ってですね、はい、ぜひあの12月、まあ、正月迎えるにあたって事件事故などに巻き込まれないように、はい、あの程度あの本人たちも頑張って防御していただきたいなと思います。そうですね、あと棒もう飲酒運転そうです、ね、で路上寝にはもう絶対やらないようにしていただきたいと思います。お願、はい、はい、いたします。はい、では今日はあのうるま警察署からのお知らせでした。はい、はい、この後も FM うるま周波数 86.8MHz をお聞きください。はい、ただいまお届けしています曲は香りの曲の中から声が聞きたいをお届けいたしました。ではここで、2件ほどお知らせをいたします。本日ですが第5回うるま市キャリア教育フォーラムが、
平成28年11月30日水曜日、うるま市キムタカホールであります。第1部は10年一貫キャリア教育事業報告、へしきや小学校、よかつ第二中学校。第2部、基調講演、琉球大学地域連携推進機構特命准教授宮里大也氏をお迎えして、沖縄アンドリームズ、地域を元気にする山岳官民の取り組みを、講演があります。プログラムとしましては、2時からオープニングアトラクション、うるま市立へしきや幼稚園園児、2時10分開会の挨拶、2時15分幼少中連携キャリア教育の取り組みについて、2時25分第1部 体験報告会、3時15分に休憩を挟みまして、3時25分より第2部基調講演40分、琉球大学地域連携推進機構特命准教授宮里大也氏によります沖縄ドリームズ、地域を元気にする山岳官民の取り組みとなっております。2時からほぼ4時20分までなんですけども、場所はうるま市キムタカホール、本日の、午後2時からとなっております。どうぞお近くにお住まいの方、またこれから向かっても十分間に合いますので、午後時間のある方はぜひうるま市キャリア教育フォーラム、うるま市キムタカホールの方へお立ち寄りください。あとお問い合わせなんですけども、うるま市グッジョブ連携協議会の電話番号は098-923-7123、 098-923-7123 となっております。主催はうるま市グッジョブ連携協議会、共催うるま市、うるま市教育委員会、講演うるま市 PTA 連合会、沖縄県、沖縄県教育委員会となっております。これは本日の2時から4時20分までキムタカホールとなっております。12月10日土曜日、1時から4時までの気候講演会のお知らせです。地球温暖化、異常気象とその対策。場所はうるま市備中井口川人文館、入場無料で定員は200名となっております。時間は1時から4時まで。講師は気象庁地球環境海洋部気候情報課調査官石原さん、沖縄県環境部環境再生課環境対策班長吉田さん、琉球放送お天気キャスター気象予報士の田地さんで、うるま市緑町児童センターの子どもたちも発表があります。気候の変化を感じよう、変わりつつある沖縄の気候ということで、気象庁地球環境海洋部気候情報課調査官の石原さんの講演もあります。あと子どもたちによる防災マップの制作についてということで、うるま市緑町児童センター、子どもたちが発表をいたします。これは12月10日土曜日、1時から4時までうるま市市井口川人文館の方であります。ぜひ皆さん、地球温暖化、異常気象とその対策ですか、気候講演会に興味のある方は、今週土曜日12月10日うるま市市井口川人文館へお越しください。来週ですね、入場料無料となっております。